でも後続を出すという今日の先発の野上。さあ松本のあたりはショートの坂本うまく取って一塁へ送りましたがアウトになりました。間に合った坂本、素晴らしいプレーです。ショートの深いところではあったんですが、もう一度ご覧いただきます。いやこれスーパープレーですよ、この坂本スローイング。まあ、高いところでしたが岡本もよく飛びましたね。いやまあ岡本選手はもともと大きい選手ですからね、このスーパープレーですね。内野安打かともまあそう思われるようなそんな打球の飛んだ場所だったんですが、これあの先頭バッターですが大きいですよ、これランナー出たらね